それではただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は知事から報告事項がございませんので、早速でございますが幹事社からのご質問をお願いいたします。幹事社の大内圭です。よろしくお願いします。2つ質問がありまして、1つ目は国内でも感染が確認されている新型コロナウイルスについてです。感染した患者の立ち寄り先を公表するかどうか、国と地方自治体で違いが見られています。国は患者の行動歴の公表に消極的ですが、大阪府は独自に詳細な行動歴を明らかにしています。香川県に関係する患者は今のところ出ていませんが、今後出た場合行動歴を明らかにする考えがあるかお伺いしたいです。2つ目は香川県内初の AI 問診導入についてです。三豊市立栄光病院では今月から外来患者を対象に人工知能 AI を搭載した機械による問診サービスを始めました。カルテ作成に追われる医師の負担軽減や患者の待ち時間が減少するなどのメリットがあり、導入は県内初とのことですが、全国的に導入する医療機関が増えているようです。この AI 問診導入に対する受け止めと、今後県立病院で導入する予定があるかお伺いしたいです。以上です。はい、最初の新型コロナウイルスの件につきまして、感染症が国内で発生した場合の情報の公表につきましては、現在一類感染症が国内で発生した場合における情報の公開にかかる基本方針というものが定められておりますけれども、今回はコロナウイルス二類相当ということでありまして、まあ国に確認しましたが、このそれについての二類相当ということでの基本方針が定められているわけではないので、定められていないと、現在はその今申し上げた一類感染症の基本方針に準じて対応しているというふうに聞いております。それでこの基本方針におきましては、感染症が他者に当該感染症を感染させる可能性がある時期の行動歴等につきまして、まず一つには感染者に接触した可能性のあるものを把握できている場合には、公衆衛生上の対策に関する情報について公表する。丸二として、感染者に接触した可能性のあるものを把握できていない場合には、感染者と接触した可能性のあるものを把握するため、および感染者を蔓延させないための適切な行動等を個人が取れるようにするために必要な情報を公表すると。またその際に誤った情報が広まることのないように、感染者の症状、他者へ感染させる可能性のある接触の有無等の正確な情報を発信することとすると、このように規定されておりまして、私はこの基本方針の考え方は妥当なものと考えておりますけれども、具体的に公表する情報と公表しない情報について、示されておりませんので、現在さまざまな意見も出ているのではないかと考えております。感染症はその種類によって感染経路、また感染力、病原性も異なりますので、新型コロナウイルスに関してはそうした点、不明な点も多く、これまでの感染症とは異なる部分もありますので、国厚生労働省においてですね、早急にこの新型コロナウイルスについての具体的な公表の基準を明確にする方が良いのではないかと思っております。万が一県内で肺炎患者が発生した場合には、医療機関による適切な医療の提供はもちろん、県内保健所におきまして濃厚接触者を特定し、健康監視を実施するなど、まずは必要な情報の把握に最善を尽くしたいと思いますが、その上で県民の皆さんが不安にならないよう、厚生労働省とも協議しながら発生事例に即して対応していきたいと考えております。
2番目の AI 問診につきまして、ご指摘のように三豊市立栄光病院で今月から電子カルテ稼働に伴い AI 問診を導入されたと聞いております。導入効果としては患者さんとの対面ヒアリング時間の増加による患者満足度の向上、また待ち時間の短縮が期待できるということのようです。県立病院での導入予定につきましては、現在適切な診断をするために正確な患者さんの病状を把握することが重要でありますので、県立病院におきましては初診患者を中心に手書きでの問診票への記載をお願いしております。一方、待ち時間が長いことについてご意見をいただいている県立病院におきましては大型ディスプレイに診察番号を表示することにより、待ち時間の目安をお知らせするといった患者サービスも行っております。また、県立病院におきましては県民の皆様により質の高い医療を提供するために、医師を中心に懸命に取り組んでおりますけれども、一方では国が進めている働き方改革の動きを踏まえ、職員の負担を軽減し働きやすい職場環境を構築していくことも重要と考えております。今回栄光病院が導入する AI 問診につきましては県立病院ではその導入を行った場合正確かつスムーズな患者対応につながるかどうか見極める必要があると、そのように病院としては考えていると聞いております。私からは以上です。ありがとうございました。それでは関連その他のご質問がありましたらお願いします。朝日新聞の大野です。まず大変な時に会見出席いただきありがとうございます。で質問なんですが、コロナウイルス関連で県内の各事業で中国との交流で何か中止や取りやめが決まっているものはありますか。はい、私が聞いている限りでは今そういった中止取りやめになっているものはないというか聞いていないというのが正確かと思います。ありがとうございます。すみません、別件なんですが、先日ドクターヘリの導入を知事提言を受けたと思うんですが、今日新聞報道でもありましたが導入への方針を決めたということでしょうか。ドクターヘリの導入につきましてはまず検討の経緯としては救命率の向上、あるいは後遺症の軽減、また大規模災害時における対応力の強化などの点で効果が期待されると。ただ一方で運行費用などの経費負担、あるいはこのドクターヘリに搭乗する医師看護師の確保といった課題もあるということで、今年度香川県の救急医療や災害医療の関係者、学識経験者などで構成する香川県ドクターヘリ導入検討委員会を設けて具体的な検討をお願いしたところです。で、検討委員会においては昨年7月第1回目を開催以来計3回開催されまして、先月22日の第3回検討委員会で報告書が取りまとめられまして、29日に私宛に小米川検討委員会会長から直接報告書の提出をいただいて、またその提言もドクターヘリの導入にかかる提言もいただきました。新年度予算案の具体的な内容については現在最終調整を行っているところでありますけれども、私としてはドクターヘリ導入検討委員会の提言書や検討報告書の内容を踏まえ県議会のご意向も伺いながらドクターヘリ導入について決定してまいりたいと思います。すみません、現時点で、知事の中で導入の方針を決めたと言えるんですか。これは予算案の計上ということであればですね、これはやはり今調整中ですので、調整後にお答えしたいと思います。ありがとうございます。
他にございますでしょうか。四国新聞の木山とです、コロナの関連で、県内で感染が疑われる場合などには保健所の方にまずは連絡をということで広報されていると思うんですが、その相談件数といいますか、各種報道等が増える中で県内の保健所に寄せられている相談の件数等々県の方で把握されていたら教えてください。はい、保健所は通常業務として県民の皆様、医療機関等からいろいろな医療健康等に関する相談を受けておりますけれども、お尋ねのコロナウイルス関連ということでは、1月の27日月曜日、総理がこの日指定感染症とする方針を示されておりますけれども、その月曜日から昨日までの1週間の相談件数としては県全体で、県庁薬務感染症対策課も含めて182件と聞いております。具体的には月曜日からですね、27日が19件、28日が28件、29日は30件、30日が45件、31日が44件となっておりますが、1日2日も対応しておりまして、1日は10件、2日は6件と、その合計で182件となっております。相談された方は県民の皆様、あるいは医療機関、さらに宿泊施設などであり、内容としては県民の皆様から感染への不安あるいは予防についてのご相談、日本で流行するのではないか不安であるとか、マスクの着用をすれば大丈夫なのかといったものが多かったようですが、医療機関からはもし武漢に渡航歴がある人が診察に来た場合の対応について等の相談も寄せられたと、また宿泊施設からは外国人宿泊者に向けての注意喚起掲示物等があれば入手したい等の要望もあったと聞いております。さまざまなご相談ありますけれども、現在のところ県内で患者は発生しておりませんので懇談はないと思っております。土日もですね、相談体制を取りましたけれども、相談件数は今申し上げたように少なかったところでありますけれども、引き続き厚労省関係機関とも連携して県民の皆様が不安にならないよう、休日の電話相談も含めて万全の体制を整えていきたいと考えております。他にございますでしょうか。NHK の山内と申します。すみません、コロナウイルス関連なんですけれども、厚生労働省の方針とかあるとは思うんですけど、自治体によってはそれとは別に独自の公表基準などを定めている自治体もあると思うんですけれども、特に香川県としてはコロナウイルスに関して独自の行動歴の公表基準とか定めるみたいな方針とかってあったりしますか。独自の公表基準というのがどの県を指しているのかちょっと私把握しておりませんけれども、自治体の中でもですね、これは感染力をどう受け止めるかといった点、その見方にもよるんでしょうけれども、詳細に、発表行動歴等を発表すべきだというご意見とですね、やはりそういったことについてはですね、慎重に対応すべきではないかといったご意見、各知事の会見等の記録を見るとですね、そういったご意見いろいろあるようだと思っております。私としてはですね、先ほど申し上げたように一類感染症に対する基準というのはもう出てるわけですけども、それ今回は具体的には二類ということで、また感染症はですね、いろいろその種類によって対応が違いますから、それらを踏まえたですね、
今回コロナウイルスについての具体的な基準をやはりこれは厚生労働省の方においてですね、これを具体的に定めて、それが国全体としてですね、それに従っていくと沿っていくということがいいのではないかと思っております。他にございますでしょうか。高山と言います。コロナウイルスの相談窓口についてお聞きしたいのですが、現在県では各保健所で受け付けるというふうになっていると思うんですけれども、他県の例を見ると統一の一つの特別相談窓口のようなものを設置されている県もありまして、今後そういった窓口を設置するご予定があるかどうかお伺いさせてください。県は百部感染症課の方でも対応をしておりますけれども、今朝聞いた話でありますけど2月1日付で、厚労省からの事務連絡があり、帰国者接触者相談センターといったものをですね、設けることとしたいと、いうことで、ありました。そうし基本的に電話相談等を通じですね、疑いのある例をいわゆる対応する病院医療機関である帰国者接触者外来へ受診させるよう調整を行うような相談センターを2月上旬をめどにですね、これは各保健所等に設置することというふうに今厚労省の方から通知が来ているようですので、まずやはりそれに対応していく必要があると思っております。他にございますでしょうか。経産予報送でございます。コロナについて1点だけ。先日、航空便も欠航という話、運休という話、減便ですかという話がございましたし、それから香川県でも夜型観光というのを今力を入れていらっしゃる中で、その向こうから入ってくる観光に関する影響というのは現時点、それからこの先の見通しとして知事どうお考えでしょうか。お願いいたします。はい、ご指摘のようにまず航空便につきましてはですね、春秋航空の方からこの2月いっぱい、月曜日と金曜日の便は計8往復、運休ということで、結果的に5便が週3便にこの間なるという状況で、あります。1月1日から26日、1月末頃までの利用率としては春秋航空によりますと 78.6% ということだったようですけれども、いわゆる中国の当局による、中国政府による海外への団体旅行商品あるいは航空券と宿泊施設の宿泊をセットにした個人旅行商品の停止ということが1月27日から開始されましたが、その日の利用率は 70.3%、 翌日28日は 66.9% と、利用率が減少してきている状況と聞いております。また上海春秋旅行者の方では、この今の中国当局の指示通り販売を停止しているわけで、そうした商品を停止しているようですが、航空券のみをですね、この旅行者で購入すると、この場合はその停止の対象にならないということのようですけれども、それについてもやはり予約キャンセルが出てきていると。前回個人旅行はどうなのかちょっとよくわからないと申し上げましたけれども、やはりそちらの方もキャンセルが出てきているようだということであります。でこれに伴って県内宿泊施設あるいは観光施設にも影響が広がってきていると
聞いております。あとアウトバウンド、こちらから出かける方もですね、この旅行会社によってはその上海線の募集型旅行商品を取り扱いを停止するところもあると伺っております。2月3月の予約キャンセルも出てきているとも伺っております。まあ、現在のところはそういった状況であります。いろいろと実際に来られた方がですね、体調不良等の話があればですね、この観光協会の方もですね、そうしたことにいわゆる指差しペーパーなどを周知することによって、対応していきたいということを聞いております。いろいろなキャンセルが出てきているという状況かと思っております。以上です。他にございますでしょうか。それでは以上で定例会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。